これからの徳島を盛り上げる新徳島城建設計画、マインクラフトで提案してみた。こんにちは。徳島県内の中学校に通っている中学2年生のゆうせいです。この動画では僕が考えるこれからの徳島を盛り上げる新徳島城建設計画を紹介していきたいと思います。このような流れで紹介していきます。最初にこの計画を思いついた背景を説明します。きっかけは2つの身近な困った出来事でした。1つ目は僕の5歳の妹のことです。去年からの新型コロナウイルスの流行により、妹が外で自由に遊べる場所が減りました。外に出られなくて家で多くの時間ゲームをやっています。母も妹の運動不足や健康を心配しており、気が休まらないようです。2つ目は僕の小学5年生の弟のことです。弟は最近パルクールに興味を持っていて、夏休みの自由研究でも題材にするほどです。そんなパルクールが大好きな弟ですが、いざやってみようと思った時に徳島県内に練習する施設がないことが悩みです。この2つの悩みを解決できる施設が徳島にあればいいのに、そう思った僕は1つの計画を思いつきました。それが新徳島城建設計画です。先ほど2つの悩みを解決し、徳島をもっと盛り上げる施設として71万人の徳島県民にこれからご提案させていただきます。なぜ徳島城なの？そう思った人もいることでしょう。徳島城に作る効果は3つあります。1つ目は町の活性化につながる効果です。徳島で親子連れや若者が遊べる代表的な施設にはアスタムランド、徳島やショッピングモール、月見ヶ丘や内の海などの公園があります。ですがそのどれもが郊外です。そのような遊べる施設が徳島城にあることで、徳島駅前や商店街地域の活性化につながるのではないかと考えました。2つ目は交通が元気になる効果です。徳島城という立地は徳島の交通の中心部、徳島駅にとても近く、新徳島城を利用する人は JR やバスを使うことが考えられます。利用者数が増加すれば交通の活性化につながります。徳島県は全国で唯一電車がない県であり、県外の人と話していると徳島にも電車が欲しいなと思うことがあります。交通が元気になれば夢の徳島を走る電車が実現するんじゃないかと思います。3つ目は徳島をもっと好きになる効果です。突然ですがクイズです。徳島県が阿波の国と呼ばれていた江戸時代、徳島城は何と呼ばれていたでしょうか。シンキングタイムスタート。時間です。正解は徳島城です。江戸時代でも同じ名前で呼ばれていた理由は、そもそも徳島という地名は八塚家政が阿波の国の城主として訪れ、新しく城を築城した際の城の名前として名付けたのが始まりだからです。徳島城が建てられていなければ、徳島という地名がなかったかもしれないということを皆さんは知っていましたか。このように徳島の歴史について、徳島県民の僕たちが知らないことは多いと思います。新徳島城を、建てることにより、徳島の歴史に触れる機会が増え、徳島をもっと好きになる人が増えると思います。新徳島城建設計画を思いついた僕は、どのようにしてこの計画をみんなに伝えられたらいいのか考えました。ちょうどその時デジタル徳島大賞の応募チラシを見つけて、マインクラフトで徳島城を再現して応募すれば多くの人にこの計画を知ってもらえるのではないかと思いました。マインクラフトで徳島城を制作するために、僕はまず徳島城博物館に家族で向かいました。学芸員さん約10人がかりで資料を用意してくれました。その後文化の森にも徳島城の模型があるということを知り、そちらにも行ってみました。
校で撮影した天使の模型の写真がマインクラフトで再現するときに特に役に立ちました。9月の初め頃から資料をもとに家のパソコンやギガスクールで学校から貸してもらっているタブレット PC を使ってマインクラフトで制作を始めました。ワクチン接種を受け副反応に苦しむ中でしたが、頑張りの末徳島城の天守閣と城下町わしの門を再現することができました。接種2回目は37度キューブの熱が出て暗かったです。では本題である新徳島城をツアー形式で紹介していきたいと思います。まず天守閣です。徳島城の天守である東二の丸は全国的にも珍しい山の中腹部にあります。こちらが今回僕がマインクラフトで制作した徳島城の天守です。33階建てのこの天守閣は現代で再現すると5階建てビル相当の高さになるのではないかと考えました。1階から順に施設を紹介します。まず1階には受付と売店、休憩所があり、和風な内装で利用者をワクワクさせる仕組みになっています。売店には徳島の名産品や工芸品なども置かれていて、県外から観光に来た人に徳島県をアピールできるほか、遊んで困った時のおむつやミルクなども売られています。で、2階は全フロア遊具を設置します。徳島県の木を使ったボールプールやカラクリ屋敷をイメージした回る柱、中3階から2階へ気持ちよく滑ることができる大きな滑り台など、子どもたちを楽しませる様々な遊具を設置します。保護者は、目の届く範囲で子どもが遊んでいるのをソファースペースから見守ることができるのでとても安心です。実際に母にこのアイデアを提案すると、遊ぶには十分な施設だねと言ってくれました。3階には図書館と子どもたちが自由にパソコンなどの使えるスペースを作ります。パソコンの端末ほか作業台や 3D プリンターも設置しているので、プログラミングや電子工作などの新しい技術を子どもたちが体験できる場所になります。子どもたちがこのような技術に触れられる場所は、まだまだ徳島には少ないと思うので、若い世代や県内企業が中心となって新しい技術の勉強会なども手軽に開ける拠点になってほしいです。4階はレストランになっており、徳島市街の風景を見ながらご飯を食べられます。徳島県の食材を使ったメニューであることはもちろん、離乳食やキッズスペースも準備されていて、とても過ごしやすい空間です。5階は展望台になっており、天守の最上部から景色を見ることができます。景色が見えるほか、5階には星のことについて調べたり、望遠鏡を貸してくれる星の資料館が併設されています。夜は親子で星を探したり月を見ることができます。特に月は今の季節におすすめですね。次に和紙の門を見ていきましょう。和紙の門は現在の和紙の門のままサービスを進化させようと考えています。目の前にいくつかあるゲートはドローン競技のゲートです。ドローンは農業や物流の分野でこれからの徳島に欠かせない技術になり、また徳島にある雄大な自然はドローンを使えば大迫力で楽しめるので、これからの徳島とドローンの相性はかなりいいと考えます。そこで和紙の門を徳島県のドローンの拠点にし、わしの門を模した小さい門をくぐるタイムや技術を競う大会を定期的に開催したいと思っています。その他にもドローンのメンテナンスを行えるドローンステーションも併設し、わしの門を中心に徳島市県とドローンの未来を作っていく。最後は城下町です。現在ではちょっとした空き地になっているこのエリアに作れるのではないかと考えています。外観はこのような感じです。建物の中は屋内型パルクール施設になっていて、雨の日や猛暑で外で運動が難しい時でも練習することが、忍者屋敷風の和風な内装の障害物やボルダリングやトランポリンなど、遊んでいるうちに全身の運動能力とパルクールの技術を向上できるものになっています。また城下町のテナントに売店や飲食店を併設することで一日中過ごせる施設になるほか、防災の備蓄倉庫の役割も果たすことができます。新徳島城の魅力は伝わりましたでしょうか。新徳島城のような、施設が実際にできると、僕のお母さんのような子育て世代や弟のようなこれからの徳島を担っていく若い世代がもっと元気になると思います。
僕の提案した計画をきっかけに徳島県のいろいろな人のアイデアや技術が集まり、新徳島城が実際に完成してくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。